さんこんにちは、安野夏実です。今日は今話題のクレンジングバーム、たくさんあるけどどれがいいのってことで比較してみます。今回使うのはこちら、某有名クレンジングバームと令和の虎でオールインを達成したことでも話題になったカタン歯科クレンジングバーム、この2つを使って比較していきます。まずはこちらから早速洗ってみます。見た目はカタンとほとんど一緒ですね。馴染ませていくとだんだんドロッとしてきてバームが溶けていきます。くるくる円を描くように馴染ませていきます。しっかり馴染んだら洗い流します。洗い上がりはこんな感じ。では早速次行ってみましょう。次はこちらのカタン使っていきます。カタンも先ほどと同じように肌に馴染ませていきます。こちらのバームも馴染ませていくとだんだん溶けてきますね。しっかり馴染ませたところで早速洗い流していきます。洗い上がりはこんな感じ。比べてみるとこんな感じですね。使ってみた率直な感想、私はカタンの方が好きですね。最初の方もしっかり化粧も落ちていて洗浄は問題ないし、くすみも取れた気がしたんですけど、カタンの方がしっかり落ちて肌もトーンアップした感じ。洗い上がりも突っ張りがなくてしっとりしててすごく気持ちいいです。これを見て気になった人はぜひ使ってみてね。